ジャン君のトイレの頻度は、まあ少し減ってきてると感じます。はい、おはようございます。気持ちいいな。ポンちゃんのね、足に乗られちゃってるからね、前進めない。やらせてや。これをかぶのはダメだからね。ジャン君かわいいね。はい、もうちょっとこっちへ行け。この線から離れてください。あ、もう一個あればいいな。これないの。ないの？あれ？なんでだ？あ、もしかしてね、畳んで持ってかれちゃったの？向こうの布団の間に入ってやってたとか。わかりません。時々あるよね。あ、ここにあった。はい。じゃあこれを紙を。あ、でもそれ噛んじゃうとお腹に毛が入っちゃうから。じゃあこれ。こっちの方が新しいんだけど。そうだね。その毛を取れば平気だよ。ではこれでいいです。で、口の細い方、あの短い方を噛んでください。ジャン君、
おい、ジャン君、ポンちゃん。丘の上で温まっている二人です。そしてそろそろ日差しが終わるか。当たらなくなってきちゃったね。朝一はね、当たってよかったね。高いね。またね。ジャン君のトイレの頻度はまあ少し減ってきてると感じます、何度も何度も言ってっていうようなことにはなってないようですね。はい、ボンちゃんもジャン君もちょっとこれは覚えて。ジャン君もボンちゃんもこのヒーターの近くに来ています。目の前までは逆に熱いのかな、ちょうどいいぐらいみたいですね。この離れ加減がね、大活躍中です。